皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが6月18日に配信した、火曜日恒例の予言の2回目をご紹介します。2024年6月18日の予言。ネバダに強烈な嵐が到来し、砂漠が洪水にまみれます。それはネバダ砂漠だけではなく世界中の砂漠地帯で起こるでしょう。スピリットはシエラネバダの砂漠が洪水になるのを見せていますが、以前はそこで雪が降るという狂ったような予言をし、それが的中しています。多分残念なことにネバダの洪水では犠牲者が出ると思います。ラスベガスでは洪水だけでなく停電も起こる予感がしており、送電網も被害を受けるでしょう。巨大な嵐がサンフランシスコを襲うのが見え、ロサンゼルスの通りも水で覆われるのが見えます。多分サンフランシスコを襲う嵐がロサンゼルスにも到達するのだと思います。アトランタとジョージアも大嵐で停電が発生し、大粒の雹が空から降ってくるでしょう。テキサスでは窓や屋根が壊されるくらいの被害が出るでしょう。どうか建物の補強に力を入れましょう。オーストラリアのクイーンズランドに嵐が来るのと、オーストラリアの中心部あたりで大規模な山火事が起こるのが見えます。多分嵐のせいで火災が激しさを増し、規模は大きくなります。この火災は雷が原因で起こり、放火されたものではありません。多くの火災は放火によるものですが、こちらは自然発生だと思います。ニューメキシコやカリフォルニアの火災は放火されたものだと感じますが、真相はまだわかっていません。日本では台風のような大嵐が東京に到来し、また日本の南部では土砂崩れやダムが決壊する懸念があります。その一方でダムは修復され救われる気もします。同じような大嵐が香港を襲い、ただでさえ問題が山積みな地域を悩ませるでしょう。中国はまず厳しい熱波に見舞われ干ばつになる地域がありますが、同時にその地域は記録破りの最悪な洪水が襲ってくるでしょう。そのような事態が中国だけでなくアジア全体で起こると思います。スピリットによれば、これから多くの砂漠が短期間で湖と化すことになるそうです。そのような動画がこれから出てくるでしょう。以前見た予言では新聞の見出しにヒースレジャーが伝説となったのを見たことがありますが、そのような形で予言が降りてくることがあります。前にもアメリカの東海岸で小規模な地震が頻発すると予言しましたが、最近ではニュージャージーで地震が活発になっています。そのような動きはニューヨークやフロリダでも起きており、フロリダは洪水だけでなく、その地域では珍しい小規模な地震にも襲われています。マグニチュード 4.2 の地震は決して小さいものではありません。以前からスピリットが今まで地震が起きなかった地域で地震がやってくると予言していました。特に東海岸やフロリダはここ最近の予言で頻繁に出てきています。報道ではマグニチュード 4.2 の地震が6月16日の日曜日にフロリダ南部で発生し、震源地は浅く、その地域周辺では揺れを感じたそうです。ですがこれは大したものではなく、またスピリットも始まったばかりだと言っています。アメリカの東海岸は燃え上がることになるでしょう。以前配信したエドガー・ケイシーの動画をご覧になりましたか？彼には未来がとてもよく見えており、またホピ族の予言では偉大なる浄化の炎についても語られています。青いカチーナの予言もすべて関連しており、太陽フレアはまるで狂ったように活発になってきています。政治もとても荒々しくなり、戦争も激しさを増しています。これからさらに多くの出来事が起こりますが、日本で起きるかもしれない出来事に注目してみましょう。日本の南部と、そして印旛という東京に近い場所に地震が来るでしょう。また別の地震として、西側で今まで地震がなかった地域で地震が発生すると思います。つまり日本の太平洋側と日本海側の両方で地震が来るでしょう。棚から物が落ちたりしますが、大きな被害にはならないと思います。
またニュージャージー周辺でも地震が起こる予感があり、ニューヨークも巻き込むと思いますが大きな被害は出ないでしょう。またニューヨーク付近でも2カ所が脳裏に浮かび、一つはカナダとの国境付近だと思います。カナダでは地震は稀ですが、これから状況が一変するとカナダの友人の方々にお伝えします。特にカナダの太平洋側の南海岸が要警戒で、そこは環太平洋火山帯の一部でもあります。またニューヨークの近くであるバッファローとトロントでも地震が起こるでしょう。スピリットによれば東京も地震に見舞われるそうで、一つは地震だと思いますが他の混乱も東京に来るでしょう。それは日本内部からの何かしらの攻撃で地下鉄を中心に襲われると思います。地下鉄周辺の数箇所に分かれて引き起こされる予感がします。炎や煙、事故などが見えています。それは東京かその周辺の地下鉄で起こると思います。コスタリカとキューバの間で地震が起こる予感がしており、ドミニカも巻き込まれるでしょう。特にコスタリカでは大規模な地震になると思われます。大地震がパキスタンを襲う感じがしており、建物が倒壊するような事態になるでしょう。CNN で大津波がアメリカを襲うかもしれないと報道されました。彼らは超能力者にでもなったのでしょうか。先月皆様に東海岸の津波に関する動画を配信しましたが、それはきっとやってくると思っています。それはすぐにではないと思いますが来ることには変わりません。この地球ではあらゆるものが動いており、それは予言されていた周期でもあるのです。ですが私に見えているのはその中のほんの一部であり全てではありません。CNN によればアメリカは絶望的な津波が到来する高いリスクがあり、太平洋側の北西部の海岸では大地震と大津波が避けられない可能性があると科学者が言っています。現代のアメリカでは経験したことのない規模になるそうです。それは過去40年の間にはなかった出来事であり、専門家によればカスケード沈み込み帯が要注意であり、それはカリフォルニア北部からバンクーバーの島嶼部まで伸びています。マグニチュード9クラスの大地震と津波を引き起こす可能性があり、まさにそれは日本で2011年に起きた事態でもあります。最近科学者により新たに複数の断層が発見され、ワシントンの近くにもあり絶望的な地震を引き起こす可能性があるそうです。そこでは耐震設計された建物は稀で、カスケード沈み込み帯が大地震を引き起こすかもしれません。ですが過去200年以上も起きていない事態に備えるために何十億ドルもの資金を投じることに同意する人が多いとは思えません。しかし以前から東海岸に警戒するようにお伝えしており、多くの人たちが東海岸から移動することになるとも予言しています。東海岸の向こう側にあるアフリカの方で何かが起こるとスピリットは伝えており、アフリカ沿岸でそのような事態が起こるそうです。それはまたカリフォルニアや太平洋でも発生するとスピリットは語っています。そのことについては新しい気象予言の動画でお伝えしようと思います。とても忙しい状況になっていますのでこれから制作しようと思います。遊園地は楽しい場所のはずですがそれは映画館も同様で、最近では人々は映画館に行きたがらなくなっています。数ヶ月前にスピリットは遊園地で悲劇が起こると予言していました。そして実際にアトランタのシックスフラッグスでその予言が的中しました。それはつい先月かその前だったと思います。そしてスピリットはこれからも遊園地での悲劇は続き、発砲事件も起こるかもしれないそうです。それは以前予言したカウンティーフェアやステートフェアも同様であり、この予言が外れることを願っています。しかしミシガンの水の遊園地では精神異常者によって事件が起きてしまいました。精神を病んだ人たちがアメリカだけでなく世界中で増えています。また何時間も逆さずりになった人たちが救出される映像もあり、確かロシアで起きたと思いますが決して愉快なお話ではありません。
これから多くの出来事が遊園地やカウンティーフェアやステートフェア、そして水の遊園地で6月後半から8月にかけて起こるでしょう。水星逆行に大きく影響され、電子機器や自動化された設備で多くの不具合が発生すると思います。人々が閉じ込められて救出される事態となるでしょう。8月は水星逆行などによる大きなエネルギーが到来し、それだけでなく8週間にわたり大きく感情が揺さぶられます。残念なことに暴力的な出来事が頻発するでしょう。それが7月から8月にかけて起こると思われます。来週には7月予言をお届けするつもりです。大火災が遊園地を襲う予感がしており、それも複数の火災です。ニュージャージーのシックスフラッグスでの出来事を思い出しますが、それは80年代にお化け屋敷で起きました。そこでは多くの犠牲者を出し、それからシックスフラッグスでは二度とお化け屋敷は作られませんでした。多分縁起を担いだのでしょう。多くの人たちが遊園地の火災から逃げているのが見えます。そのような事態は何もアメリカだけに限ったお話ではなく、中国やヨーロッパ、そして日本の遊園地でも起こる可能性があります。大きな観覧車でも何かが起こる予感があり、多分イギリスあたりでのお話でしょう。ですがそれほどの大事にはならない気がします。いかがでしょうか。今回は日本の予言も多くしていましたが、印旛と言ったのには驚きました。千葉県印旛郡のことではないでしょうか。当たらなければいいのですが、どうか備えてください。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。